ワンマス吉川マブル宇宙のマブル。今マ先生なんか辛いラーメン食ってむせて死にそうになってます、ね、まあしょうがないですね。それが終わったら戻ってくると思います。これえ間に3人も座れんの？これだって1人大きいよ。大丈夫か？暇じゃないかみんな。結構まともな話してるんで。こんばんは。もうちょっとだけ続くよ。みんな見てるかな？じゃあやりますか。じゃあどうぞどうぞ座ってください。先生真ん中で。あ、ごめんなさい。バットコネクション、ミカド、ミカド裏実況、バットコネクションが来たぞー。イエーイ。っていう、まだだから。まだ。三二一ってやってやるから。楽しいよね。結構ヘビメタルライブの話長かったよね。真面目だったよね。とにかくだから俺がこう喋ってる。バッドコネクションはちょっとブチ切れでいきましょうよ。そう、俺が喋ってるってことをとりあえずあの拡散しないでほしい。そのなんかフェイバリットの音楽何って言ったら ないみたいな。俺が音楽みたいな。ああ。お最後ですよ。あいつは。よし、いきますよ。じゃあ321って言ってください。3219ミカの裏実況。イエーイ。バーン。ちょっと、まあ、もう一回いいですか？もう一回321って言っていいですか？いきますよ、急出しますよ、はい、3219ミカの裏実況バンドコネクションが来たさあ、そういうわけでマジで来ましたよ。バッドコネクションですよ。悪いやつらですからね。めちゃくちゃ悪いっす。悪いつながり。そう、悪いつながり。悪いつながり。いや、こう今日はだから帝の裏実況は万能つながりなんですよね、池谷さん。マイクマイク。今日はあの2月の22日のライブの宣伝です。そうですね、です、はい、いわゆる番宣ってやつだな。番宣です。で、前回12月の20何日でしたっけ、6日、26
6、はい、あのファンタズムでデビューしたバッドコネクションというバンドの話をじゃあ今日は聞きたいかな。いや聞きたいね。でもそのゲストのねスペシャルなあのバッドコネクションの人たちのメンバー紹介を、はい、じゃあ左からしたいと思いますね。それぞれ、バーマス、クラリスディスク、シティコネクション社長、なんだっけ、ピクニック吉川。ピクニック吉川。なんだピクニックって何？ベース担当でございます。ベースで真ん中、コウイケン、ボーカル、キーボード担当、宇宙のバブル。かわいいね。でドラム、ドラム来た、バディ松本。バディ松本、モエプル T シャツ、ダンマックシューティング作ってる人です。ダブルね。ダブル、はい、まさかのダブル。で、まあ池田美濃子は共通ギターです。ギターの池田美濃ロック。あら、あれ、あなた掛け持ちなんだ。掛け持ちです。だから僕はもう一人いる。もう一人、あとね、キーボードで田中くんっていうのがいてね。そっちの名前なんだ。まあ、萌え像、通称萌え像、通称萌え像、まあ、うまいんですけど、今日はいないです。なるほど、なるほど、はい、皆さん、よろしくお願いします。だから、はい、バッドコネクションの皆さんはもうゲームも好きで、そうですね、もうライブ、ケーボもゲーム一色で、まあ、まあ、間違っちゃう。もうゲーム、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 ニート、ニート、ニートみたいな。そうですね。でそんなね、でもゲームの話を今日は聞いてもしょうがないと。それぞれの音楽に対しての話。音楽だから音楽とは何ぞやってきて、音楽童貞、音楽処女ですよ。その辺の話をね今日はね深く。そうですね、音楽童貞、音楽処女。そうですよ。だからだあのオナニーの仕方を聞くみたいな話です。オナニーの仕方、バカですよね。バカすぎるだろ。バカじゃないでしょ。だって違うんだよ。マンドル先生どうする。全然だって音楽って基本的に初期衝動だから、オナニーの仕方と一緒なんですよ。まあ、わかりますか。わかります。だから最悪や。はい、来ましたね、殴るぞって来ましたね。もう今何時だっけ。あ、じゃあバッドコネクションのオナニーの仕方。まあまあ、あとさ、なんかその、ね、結構バッドコネクションもさ、ヘビーメタルライデンぐらいメンバーの集まりが俺以外はいいけど俺だけ悪いじゃないですか。でもね、今日はだからせっかくね、せっかくこうやって集まってるバンドが集まったんだ。だって俺だって超久しぶりだって、あのライブ以来ですもん。でしょ。だからこの前の練習池田さん来なかったの。そうそう、悪いっす。悪い悪い。まあでもあれはずるいやつだから。濃厚キットなの。そうそうそう、パルコのね。だから君らのだから初期衝動を聞きたいね俺は。まあ、あと音楽に対して。そうで、どうだった、この前回のライブやって反応というか。あ、いや手応え的な。そうだ、その吉川言うんだ。いや相当気持ちかったんだろ。ギターが入ったら完璧っていうところまでは結構ね。あれ、え、うん、練習はね。じゃあ前回のライブはどうだった。ライブファンタズム、あれは一発目にしては結構インパクト与えたんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。飛竜の剣とか微妙なそうそうそうゲームの曲やったり、そのクラリスディスクのサントラのラインナップをまあちゃんとなんていうか期待を裏切らず的な、はい、なるほど感じにはしたと。ああ、ちなみにあのその前回のライブっていうのはいつに行われた。12月26日。言ったじゃん。言ってましたね、冒頭に。大塚君も喋っていいよ。今から見てる人がいるかもしれないから。大事なことだって。大事なことだからもう一回聞いたの、ね。まあ、一応西部開発の浜田社長がまあ見てた中で、その結局ボーカルがあるっていうのはすげえなって言ってたよね。ゲームミュージックのバンドって結局インストじゃない、ゲームミュージックだからあんまりボーカルってないじゃん。基本あんまないですね。そこでマーブル先生が結構こう一生懸命歌ってる姿見て、まあ楽器全部負けてるよねって言ってた。ボーカルに全部やばいっすね、全部負けてるよね。狙いっすよね。だから個人的に言うと俺もヘビーメタルライデンよりはこっちの方が好き。で、お前それわしさとかゴーさんかわいそうじゃないか。まあいるけど聞いて、音聞いたことあるんですか。俺だ行ったもんだ。あ、そっかそっか、行ったよ。あ、その時はじゃあ行ったんだけどギュギュでもうそこ帰ったよね。いや、あんな人気だと思わなかったもんだって。
まあね、俺もっと閑散としてんのかと思った。なわけね。閑散、人は集めましたからね。閑散としてなかったもんね。ぎゅうぎゅうでしたね。金払っただけで帰ってきたからね。じゃあ、いつか返してほしいじゃんみたいな。聞いてないじゃんって突っ込まれてますけど。うん、まあ、でも面白かったな。結構ね、そのヘビーメタルライデンってバンドはそのまああんま上手くないんで演奏が。うんうん、まあ言っちゃうとね、うん、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうとね、そんなことないっすよ、いや言っちゃう、言っちゃうとね、あんま上手くないんで、うん、そのい結構さ、そのヘビゲームミュージックのバンドで SST さんとかさ、ズンタダさんとかさ、いるね、まあセガさんとかタイトーさんの老舗がさ、割と結構やっぱ上手いんだ、上手いんだよ、割とこう結構俺たち老舗ですみたいなさ、結構こうなんかこうね、あ、まあそういうとこ、ね、結構そういう感じ、まあまあそうじゃない、まあ、こういう、そうそうそう、でも僕らヘビーメタルライデンっていうのはさ、結構その、まあ下手だけどさ、うん、まあ、そのやんちゃな部分でこうしていこうかなみたいな、まあ、楽しもうぜ、楽しもうぜみたいな、まあ、別にいいじゃんみたいな感じのバンドだったりするんですよ、結成の、あの動機がね。いや、もうそもそもああいうゲーム音楽やってるバンドないんで、まあそうですね、まあ、そういった意味でそうなんだけど、でバッドコネクションも、まあ、割と結構そういうのノリ重視みたいなところが僕も、まあバッドコネクション的にはどうなの、テクニック的にはのどうなの、みんなやばいですよ、ミノク的には、いや、まあでも俺以外は全部うまいの、いやいや、そんなことは、私も自分もそんなこと同じこと言いますよ、やっぱボーカルは重要なの、いや、ボーカルは もちろんあのパート的には重要なんですけど、別にボーカル曲を全部やるわけではないんで、まあ、1曲に、そう、女性ボーカルを起用した理由みたいなのあるの、いや、やっぱりさ、そのゲームミュージックのバンドっていうのはさ、歌がねえじゃん、ゲームミュージックだからさ、あんまり歌持ってないじゃん、だからその中で結構その歌ったら目立つよねっていう部分で、じゃあやろうかっていうところでバッドコネクションは結構そこに特化してる部分はあるのかな、ね、でマーブル先生結構その声がさ結構可愛いというかこう魅力的なんですよ、マーブル先生はいいよね、いや、ね、俺もそう思うんですよ、正直俺タイプなんだよね、お前のお前の性癖聞いてねえ、いや性癖性癖ってねえべ、別に前科持ち、あ、全員お前の、ね、お前の女の趣味今聞いてねえからって、一人マキシマムザホルモンがいるじゃん、まあ、あーマキシマムいますね、デス系がいるじゃん、はい、このなんつうんだろう、バッドコネクションのこのいいところを紹介してくれよだからその吉川に言えばいいのそれはだいぶ吉川いいところ、吉川に聞いたほうがいいです、バッドコネクションのいいところそれぞれのこういいところを紹介してくれよ、そうだからその成り立ちがいやそんなの言えないそんなの言えないこれ言えないっすか、そんなの軽く言えないでしょ、同じ個人です、あ、そう、セイントセイヤみたいなもんなんです、いやそれセイントセイヤみたいなもん、そうそうそうお前語れよいやだってあのボードひどいよ、だって人を殺してますかいな人殺してるの池田さんだけっすよ、俺殺してねえから。走りすぎになってるよ。殺してねえから。ちょ、ちょ、まあ、ちょ、慣れ初めをじゃあどうすればいい？いや、だからバッドコネクションのいいところは、あの結局、あ、よしか、その全員ゲームミュージックコンポーザー、あ、まあいますけど一人あ、まあ一人いますけどね、お前はお前笑ってっけど全然俺わかんねえから、うん、俺は初めて聞くから、もともとはそのゲームミュージックの音楽を前に出してやろうっていうふうな、そういう成り立ちじゃないんですよ、おどういう、どういう成り立ちのそのメーカーこうの公認というか、そういう、まあ、ズンダダさんとか SST さんとか JDK さんとかいるじゃないですか、いるね、ゲーマデリックさんとか王道がいるな、王道がいるじゃないですか、で間がそのざっといないんですよ、いないね、間いないね、間っていうか、うん、間いないね、いないんですよ、それちょっとホットな話題としては、だからファミ通と一緒だね、まあ、今面白いこと言ったよね、そういう意味 でヘビーメタルライデンが出てきて、あ、うん、でバンドゲームミュージックバンド盛り上げないといけないと、そんな時にじゃあ俺らそのゲームサントラの会社なんですけど、はい、
どうやって埋めていこうかとか、どこを攻めようかっていう。ああ、そう、あなた社長なんだもんな。ゲームサントラを出す時もずっとそこを狙ってたんで。なるほど。そう、じゃあバンドではどう攻めようかみたいな考えるじゃないですか。おお、うん、え、で吉川卑屈なの？いやでもね、僕の見た吉川はそこまで卑屈じゃないですね。そうか、あなたが言ってる、あれはだからディレクターの主観だからな、しょうがないな。悪い。そうですね。で、吉川さって入ってバッて、まあその食っちゃおうみたいなね。なるほどね。そうそうそう。いやでもそれはあの吉川的にはね、食ってやろうみたいな、うん、戦争だよね、要は戦争、戦争っすよ、戦いです、戦争だよ、戦い、戦い、いや今日のテーマ俺良かったなと思って、うん、戦争なんだよ。いやバンドもさ結局ゲーセンとしてさ、あ、いやだってさやってやんないと、うん、だって僕たちって結局その、いや僕がそのでかい面するわけじゃないけど、そのじゃあ今からじゃあゲームミュージックのバンドやりますって、うん、で SST とかさズンタとかにさ勝てるわけないんですよ。そうなんですよ。なるほどね。歴史を考えた場合に、うん、勝てっこないじゃないですか。だって向こうはさダライアスとかさ、なんか僕アフターバーナーだアウトランだってさ、もうなんかすごくいい曲をもうさ持ってるわけでさ、じゃあ今からポッと出ましたっつってさ、うん、何にもできないよね、勝てっこないんだよね、まあ勝とうと思ってる、その同じテーブルにもちろん行けると思ってないし、行こうともまあ思ってない、思ってないわけでさ、うん、でも だからといってさそればっか聞いてると飽きるわけでさ、うん、だからやっぱ違うアプローチでね、そのゲームミュージックやりたいっていうのは吉川にやっぱ言われてさ、うん、それはさやりたいっす音楽みたいな、俺音楽やりたいっすみたいな、中学生かみたいな、羽生えてますかみたいな、いやいや、その SST さんのバンドを見に行った帰りにちょっと自分もこのステージに立ちたいって なんかつだか散々聞いてるから違うよねって、俺はあえて俺の主観だよ、もういいかなみたいな、ゲップ出そうだよねって、もうだって同じじゃない、 だんだんほらやっぱベンチャーズみたいになってくるわけじゃん、みんな年取ってきてさ、まあまあまあ、だからあれだって、いいんだって、もうとりあえず今日は今日はお前が言うからよくないんだけど、今日はね、せっかく集まったんだから、あの音楽の初期衝動の話ですよ、初期衝動、おいライオット、今日はライオット、クラッシュだよ、クラッシュ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 だよ。あの年末のそのライブをやったおかげというか、そうだね、それでまあ、うちら の, その活動を見て、自分たちもやっちゃおうかなっていう、そのまあツイッターなんですけど、フォロワーさんとかでいて、俺たちもまあゲームバンドやってみようかなっていう人がいたんで、あ、それはもうね素晴らしい、いいね、もうそれなんか先生も教科書みたいな、そう、あんなんで、あんなんでいいんだみたいな、あ、出れるんだみたいな、こういうバラバラの集まりでバーってやってできるんで、いやそうだよ、だから今日はだからもうせっかく集まったんだから、うん、それぞれのねそうですね、で僕は同じ的な音楽の話を聞いてこうじゃないかと、でねでその盛り上げるにあたって、で結構こう吉川くんが結構ほら僕より年下じゃないですか、舐めて知らねえよ、ないや年下なんですよ、36、いや舐めてる 36、 舐めてるわけじゃないんですけど、結構こうじゃあちょっと一緒にやるにあたってこう吉川くんじゃちょっとこう頼りないなと、まあぶっちゃけね、で、ね、じゃあ俺がちょっとこうビシッと入ってちょっとみんな盛り上げるかと思ったらさ、じゃあここにいる、そしたらマーブル先生が俺以上の濃いキャラでさ、いやもう、あ、俺いらねえみたいな感じになるわけですよ、あ、やっぱこいつら半端じゃねえなって、マーブル先生実年齢は聞いちゃいけないの？ダメです、15億歳です15億歳です15億歳、はい、15億歳、やばいね、マーブル先生やばいね、やばいですよ俺ともマーブル先生、そうだから隣が気になるんだよ俺は隣いくつ？マキシマム。吉川どうでもいいんだよ。さっきもなんか俺が年末酔っ払った時に、吉川どうでもいいんだよ。サリピだよ。吉川は。さっきさ、吉川どうでもいい。吉川ね、サリピだよ。吉川普通なんだよ。吉川普通なんだよ。さっきね褒められたのにね。吉川ね、なんか面白いのか面白くないのか分かんないんだよね。かつくこいつ。ああ。俺だから吉川には注目しないようにしよう、分かった分かった、仕事的には注目するかもしれないけど、そう今日は注目しない、だ
うんうん、そう、まあまあまあ、じゃあ松本、あ、ま、バディ松本、バディ松本いじってくれよと、はいはい、バディ松本今年何歳、こんなにね荒くれ者の感じのやつがねゲームをやってること自体がおかしいだし、酒が飲めない、これ重要だね。こんな風邸で酒が飲めないってなんだよっつって、タバコもすいません、タバコも吸わない、酒も、吉川は今タバコを吸ってるからねすごいよね。だそれで今担当してる楽器はなんだよ、ドラムス、ドラムだろ、ドラムぜ、いやだってこの風邸でドラムってかっこいいもん、ねえ、うん、まさにって感じですよね、かっこいい、だ、ね、結構ね、だからそのヘビーメタルでもそのまあまあロックでこうしてこいよみたいな、どうでもいいよバーってやっちゃえみたいな感じのバンドなんだけど、でそのバッドコネクションっていうのが結構その吉川君もマーブル先生も含めてね、うん、そのヘビーメタルライデン以上に、うん、おなやろみたいな感じだったのがすごいなんか僕としては前回のライブでなんかビビるみたいな、あれなんか僕が萎縮するみたいな、これすっごい素朴な疑問なんですけど、はい、バッドコネクションっていうバンド名を決めたのは誰なの？本当はカニとか、カニとかね、そうだね、ケロクとかね、ケロクとか、本当シャケとか、鮭とか、スジコとか、そういう名前にしようかって、散々コミュニティ見てもらえば分かるんですけど、もうブワーってこうどうしようか、100レスぐらいありましたね、100レスぐらい、ほとんど私行けなかった、100ぐらいバンド候補があって、スジコとかシラコとか、スジコかバッドコネクションかまで行ったんですよ、行ったんです、スジコか、スジコかバッドコネクションか、幅広いな、幅広い、そうです、やばいね、もっと中二っぽくフルカッツってなんかデザイアとか、ね、そうデザイア名前にするかみたいないやいやデザイア違う、エターナルフォースブリザードとか注目するとこが違うだろ、いいだから筋子かバットバットコネクションかって筋子イカファイヤーとかそこまで行ったんですけど、ノリとか、だからさ、だから最終決着はどんな感じだったんだろう、だから一つ池田さんがなんかイギリスの、あのバットカンパニーってバンドがあって、バットカンパニーと、あとバットカンパニーから来てんだ、うちの会社がシティコネクションなんで、そうバットコネクションってどうかなって言ったら、したらそしたらね、なんかもうでね、聞いてる番で、でもうだからこれ性格上さ、もうマーブル先生もさ、よしかも飽きてるんですよ、100レスぐらいの書き込みに対して、いや藤子の方が良かったで飽きてんのね、だからもうそれでいいやみたいな感じで、なんかバッドコネクションでいいやみたいな感じこれはだからなの、みんなにバンド名を決めてもらうっていう企画もありにしましょうよ、じゃあ、あ、まあ、変わるってこと、まだライブ1回しかしてないしな、そうだよ、だってまあまあまあ別にバンド名はどうでもいいかなと思ってるんで、ね、まあそのバンドイコールライブイコール生き様じゃないですか、生き様です、ね、生き様を3回か4回ぐらい重ねて、そうですね、バンド名決めてくださいみたいなのは、うん、まあ、僕個人的にはすごい好きなんですけどね、うん、名前はすごくいいかな、バッコネとかでやってくれるんですって、まあ、スジコとかケロックよりはマシかな、ケロック俺もね嫌いじゃないけど、なんだろうな、バッドコネクションよりはやっぱ筋子の方がいいか、筋子は筋子に変えますかも、学生乗りになったら行ってたねみたいな話を、まあ、そうだね、うん、みんな社会人、いやだから俺その高校の時にね、バソキアって結構人気あるバンドがあってさ、バソキアっていうバンドがあってさ、バソキアなんかなんとなくかっこいいかなと思ってさ、なんなのって聞いたらさ、いや逆から読むよって、焼きそばかみたいなあるわけじゃないですかいやもう全然面白くないじゃん、いやいやいや、だからそれ面白くないじゃん、その変な名前っていうのは割とそこに響くんですよ、アゲ&チャスカと一緒ですよ、うん、それはわかる、すごいわかる、どっちがアゲだみたいな、なんかやっぱ筋子じゃんね、うん、だから筋子も相当聞きましたけど、うん、だからそんなね、バッドコネクションの皆さんが、まあゲームのところも、まあだからゲームも聞きつつ、俺繰り返し今日繰り返し言いますけど、要は音楽に対しての初期衝動ですよ、はい、じゃあそれはオナニーですよ、オナニーから、じゃあ初めてのオナニーですよ、分かった、でそれは吉川、バンマス吉川から聞きましょう、でも全然面白くない、良さそうな話題ですよね
まあ、いや、まあ、おだ面白く語れってんだよ。面白く語れと面白く司会をしろって話なの。いや俺全然言えますよ。マジっすか。全然言えるけど割と俺普通なんで。いや俺もまあ意外に俺普通にバンドブームで普通にバンドブームに乗っかってみたいな感じだから。すごい、70人も、ね、70人って大事ですよ。70人のリビドーがリビドーですビンビンに来るような。マジっすか。そうだよ。これで僕もバンドを始めましたぞ。ハードル高い。吉川の話を聞いて俺も責任重大ですね。責任重大ですね。そんぐらいのかなりプレッシャー。お願いします。じゃあカメラはそうですから。いやだからまあそのあれだ。その多分見てないと思うんで言うんですけど、母親に彼氏がいて。いいね。そういう話待ってたよ。でそれがブルースのギタリストだったんですよ。わあかっこいい、うん、おで俺その彼氏大っ嫌いで、うん、なんか顔はらしなんか顔こう炭鉱物作って母親が帰ってきて酔っ払って殴られたとかって言ってるんで、はい、絶対こいつ許さねえ。ギタリストってなんだよこのクソ野郎とかと。でもギタリストイコール人間のそうそうクズだよこんなもんつって。で一回ライブを見に来てノブちゃんって言われて、ノブちゃん来いよと行ったんですよ。じゃあ超かっこよくて、やべブルースギタリストかっこいいと思ってギター始めたんですよ。俺あんま面白くないですいやでも面白いよ。でギターを習って、でまあ、そこからブルースから入るんで UK の流れで、まあ、そのデュラン・デュランが好きになったりとか。あデュラン・デュランなのとか、あとそのままオアシスとかブラーとか。違うんだよだから根本なんだって、はい、ん何が違うの。俺がお前が言う、違う違う、俺が聞きたいのはだいぶ端折ったけど、うん、俺が聞きたいのは吉川が吉川がデュラン・デュランなのかオアシスなのかが重要なんだよ。デュラン・デュラン、デュラン・デュラン、今日だからね、今ねデュラン・デュランって聞いて、あーデュラン・デュランなんだっつって分かったから、うん、次だよね。もう次だよ。いやもう次、そう、まあその終わりでいいよ。でまあギター始めて、でギターあんま うまく弾けなくて、で同じバンドのボーカルが、うん、うちのバンド売れても吉川ギター下手くそだから、うん、お前に印税は上げないとかってなんか言われて印税はそう吉川に印税上げないとかって辛い話だね。って言われてギターやめてベースになったんですよ。なるほど。それが20歳ぐらいの頃ですね。やばいね。やばいです。持ってんじゃん。持ってるよ持ってるね。持ってるね。まあ、これあそこでベース転向なの。そうベースの転向ですよ。でベース転向したら、いや俺今まで聴いてた音楽ベースの方がかっこいいじゃんとかって思って、まあデュラン・デュランとか、さっきもベースのね、うん、ヘビーメタルライデンでベースの話題出たけど、やっぱねなんだかんだ言ってね、あのバンドって重要なのベースなんだって。なるほど、ね、絶対いや適当じゃないよ。俺も結構ね、情報高校のあのバンド、あのじゃあカメラ上だよベースが重要なのは分かる、うん、高校3年間で分かった。高校行ってたんですか。高校行ってたよ。ああここ行ってた。どこ行ってたの。高校出れた。どこ行ったの。都立情報高校。情報高校。もう今でもそこないよね。文京区のとこ。文京区だね。文京区勢ですよ。文京区勢。それはね、私立なの。あ、私立。そう、都立はバカなんですか。都立は偏差値が40。バカです。バカですよ。大バカ。北高知れよお前。北高ってとこと城北っていうのがあって、北高が偏差値38で、いやお前城北は学歴あんま関係ない。関係ないんじゃないかな。あだからまあ俺はもうだってもう視聴者70人やもさ。いやとにかく今マーブル先生に話を振るやで。確かに、いや絶対そうだ。吉川の話なんかどうでもいいんだわ。いいんだよ持ってるねとか言ってたそうでしょ。だってマーブルだもん。マーブル先生の声を聞かせろよ。これがだからマーブルの処女がね、もうマーブルの音楽体験の処女が、あ、申し訳ないけど処女だから
少女だから音楽の少女だから、うん、お前は本当に分かってないな、うん、だからもう、マーブル今はもうわーだ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 ー早くしろってやっぱ70人思っマーブル、マーブル早く、マーブル早くと、はい、じゃあ何がマーブルの話をしてくれあ、私なんですか。あ、そうです。私音楽、最初に音楽に触れたかなり不純ですけど、うん、別にいやもう普通にグレーが好きで、グレーグレーが好きで、おお、でなんかバンドやろうぜみたいな本買うじゃないですか。で友達ギターやるから女の子なんですけど、で私じゃあベースねみたいな、だとりあえず 手元にあるもので速攻変えるって言ったらそれって思って、ドラムとかできないじゃないですか、うん、でなんか友達がリサイクルショップをやってたんで、うん、そこでベースがあったのもらったんですよ、うん、で全然弾き方とか分かんなくて、でなんかその教本とか買う前になんか自分でいろいろ触ってたら、なんか弦と弦なんかこの辺とかこのつまみとかを、わって、わー何これギターなんかベースだーとか触ってたらブンバンってちぎれちゃって、はい、でベースは終わったんですよ、私のベースは。ああ、そこでベースは終わったわけですね。そこでベースが終わったんですよ、ね、ブチー言って、はい、で終わって、でその後になんかまた全然関係ないんですけど、あのなんかコスプレをしていて、ワンピースって漫画あるじゃないですか。あれのコスプレを1年ぐらいやってたんですよ。で1年ぐらいやってた後に、なんかワンピースバンドやればいいじゃねみたいなことになって、最近ホットだよな、はいはいはい、海軍のコスプレとかな。あれは海軍あれはやばいっすね。えそうなんですか。あ、まあ、ショッピングセンターとか昔のしかわかんないですけど、グーレーえ、グググレグレ、グググレ、昔あのそのわごめんごめん、まあ、いいごめん止めた、ごめん、まあいいよ、うん、ワンピースのバンドやったらいいんじゃないかって、ごめん5人ぐらいメンバーがいて、でやろうって言ってノリでやった中の一人が昔ギターすごい、その人だけすごい年上だったんですけど、うん、でその人が昔なんかギターやってたって言って、うん、なんかそれをやる前にこれを見とけって言われて、うん、なんかナイトレンジャーとラウドネスと、あとなんかその人がワンピースからナイトレンジャーとラウドネスとあとなんか知り合いのオカマバーに行けば何かが分かるとかって連れてかれて、でそこですごいマスターやってたなんかゆうきちゃんっていう子がいるんですよ。すごい可愛いんですけど、その人がラプソディがすごい熱いよって言ってくれて、オカマバーとラプソディ、オカマバーの店員さんにラプソディを勧められて、えバンド超かっこいいみたいな感じになって、やりで最初はギターボーカルみたいな感じでやってたんですけど、でそのオカマバー、それをやるよりもオカマバーに行くことにハマってしまって、いや全然脈絡がないけどそれで歌も歌いたかったんですけど、なんかそこ自由だよみたいな感じで、カラオケも自由だからって言って歌いすぎたんですよ。あ、ここすごい楽しい、歌ってもいいんだ、場所が居場所ができたみたいな感じで盛り上がるじゃないですか。そしたらなんか客にすごい怒られて、ここのお店はこんなんじゃなかったってすごい怒られて、それでできんじゃないですけどそれがすごいトラウマで、もう歌うのやめるって言ってそれからしばらくやらなかったですね、音楽を。この子かわいいな。え意外にこの子かわいいな。いや、もともとその、あのシンセはやったことなかったんですけど、はい、ピアノをやってたんで。あ、ピアノはもうベースであったんだね。そうそうそう、ピアノベースであったんですけど、で、うん、それでなんか、なんだろう、あ、話長いかもういいですけど。いや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 、もうメインだ、ね、もう次はもうあの30秒で済ますから。2秒で終わりますか、うん、いやそれでなんか仕事をやっていた時に、うん、あ、仕事やってますけど、その会社でなんかすごい嫌で、うん、会社だけになるの嫌だからバンドやりたいなと思ったんですよ。またちゃんとあの、うん、前はその、うん、そのオカマバーでね、ナイトレンズオカマバーのあれでちょっとギターボーカルとベースとドラムだけしかなくて、自分でバンドを作りたいみたいな。そう、自分でバンド作りたいと思って、バンドがどういうものかっていうの全然分かんなかったんですけど、とりあえずその時ミクシーをやってたんですよ。ミクシーの出だし でミクシーで募集すればいいんじゃねって言ってノリで募集したんですよ。やばいね。でも歌はトラウマだったんであんま上手くないしだからとりあえずピアノ弾きますみたいな感じでちょっと謙虚に募集したら、ミクシーでピアノも私弾きますからそうそう、だけどちょっと歌いたいなみたいな、ちょっとかすかに書いてみたいな、ボーカルも興味あるみたいな、はいはいはい、で書いていたら別のコミュニティの吉川と、あとあのロムカセのメンバー、まあ、クラリスディスクの有田俊っていうライターがいて、会社わ
そうなんだ、ミクシーつながりなんだ。そうなんですよ。それでそこのバンドでたまたまその別のバンドにもう所属っていうかその決まってて、でそこでなんかあのシンセというかキーボードが足りないんでって言って、それで両方のコミュニティに入ってたんですよ。で吉川から声かけられて、今ちょっとあのキーボード足りないんで入らないって言ったのが第一接触で、ただなんかプロフィールにプロフィール見るじゃないですか、なんかこの人どんな人なんだろうみたいな、そしたらなんか大なんか管理職って書いてあって、役職に。でそこでなんか日々のなんか過ごし方みたいなの項目あるじゃないですか、はい、あそこにサウナ行ってラーメン食って帰ってくるって書いてあったから、はい、どんなに油ぎっしゅな人分かるんだろうと思って、だネットで会うことが初めてだったんですよ。俺の話になってんじゃん。バッドコネクションはミクシーなんだ。ミクシーなんですよ。でもそれで初めてネットで会いました、ね、いや違う、ここだけの話、ミクシー。あーそうなの。 あと有田もそうだよね。バットコレクションっていうか、それはあれだよね、 うちの会社のクラリスディスクの創業の話。そうそうそう、それに繋がっていくんですよ結局、うん、それでたまたまその有田っていうのがかけて、え、嫁じゃないんでしょ。いや違いますよ、うん、そこはだって謎ですよ、うん、ダメです、謎なの。ダメですよ、違いますよ。それは違います。マーブル先生、俺ちょっとだ、それはじゃあ俺マーブル先生、マーブル先生を口説いてもいいんです。マーブル先生好きですっつったら、それはありの。それはいいんですよ。それいいの？いいんですよ別に。それはマーブル先生的にはどう？それはマーブル先生が、え、その会話関係なくないですか？マーブル先生が、いやないよ。違う。マーブル先生が会話は関係ないけど、でも大事な話。お前はない。もう大事な話だよ。よく聞けよ。本当に。これはもう戦争だからな。うるせえ。社長として。お前はない。仕事取ってきたらいいよみたいな。なおな、そうか。でもそれは違う話ですよ、また、うん、それはだから後で楽屋でやりましょう、うん、楽屋ねえけど、ミカドはでも、今日だいぶマーブル先生ってだってそんなにこう自分も出してないんでしょ。いや、そんなことない。いや、私全開ですよ。いや、違う違う違う、だからこれの、この放送を聞いてる人は だから、ね、結構だから、ね、その楽しいんじゃないかなと思って。でも結構ね、ルパンがいる、そのバトコネクションで俺がいるっていう部分で、うん、ほら、結構司会業やってんじゃん、うん、まあまあ、ルパンさんには負けますけど、ルパンさん10年やってんじゃん。で、いや、俺だから3年のタイムラグはあるから、まあ、あるけどさ、やってんじゃん。だから、マブル先生って今、うん、まさに現役でやってるわけじゃん。なるほどな。だからこういうところに呼ぶのがすごく嫌だなって思ったんだよね。だマーブル先生のキャラがさ、だマーブル先生そうなんだよね、現役なんだよね、この人ね。なんか微妙になっちゃうのはすごい嫌で。いやいや、俺も微妙ですか。だからマーブル先生の番組、マーブル先生の番組に呼んでほしいもん。違うじゃなくて、いつものマーブル先生じゃない感じになってほしいからさ。あ、なるほどね。そうそうそう、だからそこが微妙だったりするんだけど、今ロムカセのテンションだね、どっちかというと、うん、まあでもそういうのもありなんじゃない。あ、そうかそうか、他の番組のね感じになっちゃうっていうね。そうだ、それがマーブル先生の魅力になる、なるかどうかっていうのがさ、いつもなんか俺なんか音楽はどうでもよくて、なんかそればっか考えてんだけどさ、それだから舞台に上がるとやっぱ変わるってあるじゃないですか。そうそう、でもこう前回のライブはそういった意味で、うん、マーブル先生は自分の意見血をバーッと出したから、あ、なるほど、あ、もう最高って俺は横にいて思ったけどね、うん、思った、うん、そういうだからいろんな曲名を出すのがもう、そうだから僕と、ね、例えばルパンとマーブル先生がね、一緒にいてなんか番組やらせた時に、僕らがなんか 100% 3人で出したら鬱陶しいんですよ。あなるほど、鬱陶しいんですよ。でもマーブル先生が 100% 出せればいいな。ヘビーメタルライデンよりバッドコネクションを売ってった方がいいんじゃないの。お前そういうこと言うなよお前いやいや、そういうこと言うな、全然違うんだってバッドコネクションの方が華麗になりそうだもんお前そういうこと言うなよ。ヘビーメタルライディ佐藤剛とわし303に失礼だろお前。いや剛さんすごいいい人だし今日話面白かったけど、でもやっぱりこれからのことを考えてる、これからのことを考えてるやっぱそうかなみたいな。でもね、だ僕はだそのヘビーメタルライディっていうのはだそういう土壌を作ったバンドだと思ってるんですよ。なるほど。なんかそのーゲームミュージックバンドのそのお約束をね、ヘビーメタルライデンっていうのはすごい崩したんですよ、うん、だからその後っていうのは結構いろいろやりやすいんですよ、うん、意外と。だ僕はそれは思ってて、うん、でもね、絶対ね、今だから見てるやつらは次だよ
ブル先生の謎のいいよ、ね、こいつが何を言うんだろう、謎のバディマン、謎のバディマン、ハードル上げるんですか、うん、いや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 、俺はどんどんハードル上げるから、あなたは本当に人間として低姿勢ですごいいい人だなって俺はすごい感じてて、あのお疲れ様ですみたいな、あなたみたいな、まあ、後で名刺交換してびっくりすんだよ、あの野郎、もうあなたみたいな雪男みたいな人にね、いや、お前後で名刺交換して、知らねえぞ知らねえぞこの野郎、あなたみたいな雪男みたいな人にお疲れ様ですみたいな、みたいな感じ、もうちょっと自己紹介してくださいよ、ほんと、あそこですか、カメラ、はい、どうも、ドラマやってます、カメラ、カメラ、意外と喋れないバディ松本です。よろしくお願いします。うわー、バディ。こんな喋れないと思う。いやいや、俺はね、あの、マーブル松…マーブル松本じゃん。バディ、混ざってます。バディ、バディ。マーブルよりも、実は注目してたのは俺は。こう、どんどん注目バディなんだよ。バディですよね。うん。うん、吉川は…もうどうでもいいっすか。吉川は俺はどうでもかった。それ知ってる。悪いけど。うん、そんぐらいなんかその雰囲気を持ってて、お前何なんだってとこから入った方がいいのかなって。じゃあさ、その言える範囲内でなぜここにいるかを説明する。そうだね、そう、自分の口だけだ。あなた何なんだ、なんでしょうね、なんでしょうね、なんか気がついたらここにいました。もともとコンポーザー系なんですか。まあ、もともとそうですね、もそうですし、今もそうな感じ。なるほど。だからその細江慎二、わしさんまるさん、佐藤剛といったその流れの中で、はい、まあその、あれだよね、遺伝子を継いだコンポーザーだよね。そうですね、そういった意味ではね、今、ずらずらっと出た名前はそうそうたるメンズだよ。まあまあそうなんだけど、で僕の中ではそうかなって僕は勝手に思ってますけどね。お、はい、で、ドラムをやってるわけだな。ドラムっつったらそのバンドの要だな。そう、要ー、もうもうもう、もうベースと一緒ぐらいこうバンドの要だな。相性がいいんですよ。相性がいい、ベースとドラムの、うん、何でも合わせられちゃうんだな。だからミカドにさ、ミカドにあれやっぱ置いた方がいいんじゃないの、ドラムワンセット。だ俺よく下のあのドラムマニアで2時間ぐらいずっと遊んでますだよな。そうなるよな。だから逆に言ったらさ、ミカドに来たらさ、あのほぼほぼプロのドラムマニアのプレイを見れるんだよな。いやいや、俺でも全然あれですから、あの完全にもう慣れでやってるんで、もう全然ですよ、上手い人でしょ。そんなことないでしょ。いや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 、わかんないやつなんかバーンってしまっちゃいますもん。いや、また感覚が違うって言いますね。あれ、作曲したゲームのことを今ここで言えないの。いか、ちょっときついっすかもしれない。あ、いや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 、その辺で動いてます。ああ、まあ、そう、あ、まあまあ、この辺にあるのを作曲もしてるってことだな。まあね、どっかにありますね。コンポーザーっていうのはもうバラしてるから、まあね、まあまあまあ、まあ、まあその辺で動いてます、うん、その辺のその辺で動いてます、その辺で動いてます。2000年代のゲームです、はい、シューティングゲームです。松本さんのその初期衝動的な、このバンド的な、あの音楽的なやつをぜひこう一発で。何で楽器始めようと思ったの？ぶっちゃけ話。楽器始めようと思ったのは友達に誘われた、あれですね、やっぱバンドですね。こう中学の時の仲間の。うん、で、それ何のバンドなの？その時はあれです、ブルーハーツとかです。ああ、うん。じゃあルパンと一緒じゃないですか？うん、いや一緒だよ。あの時にボーイとか爆竹とかやってるのが、ボーイ爆竹。ぶっちゃけ気に入らなかったんですよ、周りが。そうだね。で、俺らはブルーハーツ。じゃパンク的な感じで行こうよみたいな。ラモンズとかそっちの海外系はやったでしょ。その時はやんなかったんですよね。でブルーハーツやってユニコーンに行っちゃって。ああ、やっぱユニ、やっぱワシさんとかユニコーンって移動、偉大だね。偉大ですね、そういう意味では。偉大だね。そうか、ユニコーンの後になぜか T スクエアに行っちゃうんですよ。ああ、みんなそっちだね。あ、俺も一回そっち系流れ。いや、なんかわかんのよ、その T スクエアのあのテクニック的なそのうまさっていうかさ、うん、もう全部塩吹かしちゃうみたいな。塩的な。おお、塩的な。俺はマーブルさんがいるからもうわざと言ってんだけど、今日はもう下品に行くよ。最悪です、最悪みたいな。もう全員吹かせるぞみたいな感じで。最悪です。最悪だな。T スクエアのイメージはもう吹かせる感じのイメージなんだよ。
知らねえよ、知らねえ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 、いや、わかんない、ピックローターかませるぞ、お前。俺今日ね、でも本当最悪、今日超面白かったのそこだよね。Tスクエアなんだみたいな、やっぱやっぱりなんかこう当時だからその話を聞いたバンド名見るとやっぱブルーハーツだったりなんだったりってとこに来ると僕40歳、まあ、昭和48年組で、うん、まあ結構ミノ君なんかと一緒のギチさんとかギチ君とかね、そうそうそう、そうだね、でそうするとあの頃って当時ってやっぱラモーンズとかセックスピストルズとかやっぱパン、うん、最初パンク系に行くんだよね、あバンドってパンク系に、あそっか行くのか、俺らの年代だとパンク系に行かない人のも結構いて、そうか、うん、メロディーとか、あー、うん、コード進行的なものに惹かれたな。え、吉川くん的にはそのいくつなんだっけ、36か、3、4個か、そうですね、だそうするとなんだ、その当時流行ってたらなんだ、吉川さん俺36なんで、松本さん俺が上の方が上なんすか、1個下っすよ、あ、ここで発覚するんだなあ、ここで年齢差が発覚する、バンドの年齢が発覚するんだな、まあ年代的にはまあほぼ、まあそうでも、でもそうですで、マーブル先生が15なわけじゃん、15歳、15歳、マーブル先生は ルナシーだっけ、ルナシー、いやいや、ルナシーわざと間違えたの、うん、そうだよ、でもルナシー、うん、まあルナシーも入ってルナシーも好きだよね、うん、いや、俺も好き、うん、マオ先生とはちょっと個人的に会いたいな。はい。いやタイプだよね。またそっちの。お前の趣味今聞いてねえんだけど。お前の趣味は聞いて。お前の趣味は聞いてねえんだけど。結婚してます？いや結婚しますじゃあ。結婚。結婚します、結婚します、結婚します、結婚、じゃあウェディングやるか、ウェディングルパン、ウェディングルパン、いやまださっき会ったばっかりなんですけど、そうです、将来的にはちょっとお互いのこと知らないんで、長野に住まなきゃいけないかも、寒いじゃないですか長野、お前寒いの嫌いなんですよ、マブル先生東京の人だからね、そうそうだね、東京の人だね、若いんだもんね、マブル先生はね15歳ですか、15億歳ね、でも俺は結構音楽的なところ持ってますよ、うん、そうなの、そうですよどういった感じですか、何アピール、すーまーせー番組だなこれ、今日はでもバッドコネクション、ね、今日は俺の話だったお前のバッドコネクションが来たからいらねえだろ、いらない、全然いらないよ全然いらないけど、いや楽しいなと思ってこんだけね、その世代と、いやだからね、だからそのだからね、だから俺が何がやりたいかっていうと、そうだよ、ミノロックのやりたいことは話せよ、いや俺はどうでもよくて、でも結局バンマス吉川なんで、まあ、吉川がイニシアチブ握ってんだけどさ、吉川がバンマスお前がそのルパンが俺がその燃える感じそうだルパンがその燃える感じがバッドコネクションむちゃくちゃ言ってた、燃える感じだから俺それがあるんだなっていうだけでさ、悪いけど、でもそうね、そうじゃない、うん、そうじゃない、純粋ってその聞いてて楽しいなっていうのはいいなと思ってる、うん、そう楽しいですよ、で、ね、別にだからいいだあんまヘリクスないんですよ、うん、別にじゃなくていいじゃん、やっぱゲームミュージックバンド最近まあ俺に言わせればつまんないんですよ、うん、まあ、吉川がそれは同調はなかなかできないと思うんですけど、はいね、でも仕事からね、まとめるね、仕事からね、吉川は同調はできないと思うんだけど、つまんないよねって話をして、まあそれは郷さんもその実はあるわけですよ、で、うん、だからそれをこう面白くしようよっていう意味 でバッドコネクションっていうのは面白いバンドだなと思う、だからだってここのこの曲をやらないといけないとか縛りないんで、ああそれ楽しいね、うん、そうなんですよ、うん、縛りがないの楽しいよ ね、うん、で結構さそのゴーさんファンってすげえ根強くてさ、うん、だからその結構ゴーさんもそこで悩んでると思うんですよ、なんかその、うん、なんか こんなアレンジゴーさんがやったら違うんじゃねえかとかさ、やっぱゴーさんって日々そういうの戦いながらなんか曲書いたりとかアレンジやったりとかしてると思うんですけど、でもここはそれはないので、あーそうゴーさんが出ちゃいけない領域っていうのはゴーさんの方が絶対あって、そうですね、うん、
さっきだから郷さんに話聞いてたのはなんかちゃんとそのルールを守りつつも、まあそうだよね、郷さんなりの、そうなんだよね、うん、新しさは発見する人で、ね、まあまあそうだと思うんですけど、うん、だから郷さんってすごいなんかシビアなとこ、わしさんもそうだけどさ、うん、結構シビアなとこで戦ってんだなと思って、そうですよ、ね、わしはなんかちょっと違うかな。わしさんも来てますか、大丈夫ですか。うん、全然その、ま、前向きだよね、 音作りに対しては前向きなんだなって、まあまあまあそうなんですけど、感じるっていう、でも結構ねそのシビアなところで結構やってるかなっていうのはそれは僕も感じてるんですけど、うん、でもバッドコレクションって案外それがないんで、だからあなた結構贅沢だよな。何か池田はなんで俺を関係ない、要はその違うよ、だってそのだって二足のわらじを履いてるわけだからね、バンド的には。うん、まあね、あなたどっちなんだ、だから。いやいや、僕はもう両方とも全力でやります。どっちもじゃないですか。どっちも俺全力で。いや、なかなかうまくいかないんだよ、右足と左足とね。でももっとやりたいって、ってそうそう、もっとやりたい、3つ目したいって言ってるから、うん、もっとやりたい、もっといろいろやりたい、3つ目のバンド。いやいや、でもやりたいっていうくせにやる暇ない。だんだん吉川とかも撮ればいいんじゃないの。何をすか、適当にこう適当に適当にって池田のやりたいのを取っちゃえばいいんじゃないの。あなた無理でしょと。まあでもね、僕がやりますよみたいな。まあでも大塚も打撃ルパンもそろそろ自分の限界っていうのをすごい感じてる年だと思うんですよ。うるせえよ。でそれなの聞きたくねえよ。うるせえよ。だからそれってそれっては俺も一緒で、で郷さんって結構すごいんですよ。僕らよりちょっと2つ3つ上なのに結構やってんすよ。それはちょっと思った。郷さん話しててあの欲求具合がやばいなっていうのはちょっと意外とやってんだよ。だからでももう大塚もなんかもうルパーも俺も結構枯れてるじゃないですか。吉川くんとか松本くんとか、まあ、まぶり先生若いから、あだからわしには負けたくないよ。わしには負けないなみたいな、あの個人的なあれはあるよね。そうそうそうけどね、うん、まあそれはわかるわ。で結構だからもう僕もだからギリギリですよ、ギリギリ。そうね、ギリギリでやってるんで。そう、僕の話はどうでもいいんですよ。僕は別にたら、まあ、まあまあまあ、そうギター弾いてるだけ。まあでも練習はシビアに結構やってますよね。うん、割と時間かけて、ね、そうだよ、ね、松本の話をねちょっと聞こうって。いいですよ、もう2秒で終わりますから、もう俺の話は。いやいや、お、うん、その初期衝動の話ですよ。いや だから結局ね、僕もただなんかそのなんとなく参加してるって思われたくなくて、だからヘビーメタルライデンもバッドコネクションも、うんうん、もう割と結構真剣にやってるよっていう話でしょ。そう、難しいのことをやらされるわけですよ。やってるわけですよ。池田さん、ここ弾いてくださいとかって言うわけじゃないですか。そうそうそう。で、あんまりヘビーメタルライデンとかでその裏でカッティングするとかないところを、その時敬語なの、練習を。いやまあそれは普段から敬語だ。あ、やっぱ敬語。そうだから、え、だって先輩じゃないですか。でもゴミが飛んできたわ。なんか飛んできた。吉川はビシッと池田に言えばいいと思うよ。いやだからお前それもう、お前教えた。だからヘビメタライデンもそうですよ。だから僕らは本当喉のここまで、うわしさん今回いいですか、いやお願いしますって言いたくなりますけど、でも結局それやっちゃったらさ、結局なんか池田のオナニーじゃないですか、ゲーセン店長のオナニーじゃない、まあまあ言われちゃうじゃないですか、ね、だから僕はなんか一番厳しいとこ行こうかなと思って。わしさんだってギターうまいんですよ、はっきり言って。すっげえうまいんだけどさ、いやでもわしさんはもう寝ました。わしは寝た、手に召されてわしは寝たぞ、うん、寝ちゃダメだ。でもさ、そこでわしさんに任しちゃったらさ、僕はダメだなと思って、そこはやっぱちょっとこう頑張りたいなと思ってます。なるほどね、はい、はい、松本の話を聞こうよ。じゃあ松本の話聞きますか。はい、どうですか。もうちょっと聞きたい、松本の話は。どうですかって言われても。最初、もう一回繰り返しになっちゃうかもしれないけど、最初は何だっけ。なんでドラムになったの。ああ、そうだね。なんでドラムになったの、ね、そうだ。なんでドラムっていう楽器を選んだ。単純に叩けば鳴るから。え、でも練習とかって家に
あ、それはちょっと恵まれてて、うん、あのその中学の時の同級生の友達ん家が農家だったんですよ。でお家ちょっと大きくて、でそこん家のお父さんたちがやっぱバンドやってて、で農家の納屋を改造してスタジオにしちゃってたんですよ。へえ、すごいですね。別に防音にしなくても周り家ないから、うん、10時ぐらいまで音出し放題です。へえ、羨ましい。でそこでちょっと曲がりして環境が良かった。環境がいい、本当に良かったですね。ようだ。でギターとベースと鍵盤と触っては見たものの、うん、できるはずもなく、そうなんですか、うん、とりあえず叩けなるかなっつってやってドラムあったんですよ。ちなみにドラム歴は何年なんですか。中3の頃からですね。だから何年、いやでも途中やってないブランクがやっぱりあるんで。あ、そうですね。だから本当ここ最近ですよ、ここ 1,2 年ですよ、こんなにバンド活動してんの。だって3つぐらいやってるんですよ。あ、そうだ。あ、バンド3つ掛け持ちしてんの。だからもうなんかねって感じになっちゃってる。すごいね。寝そうじゃないですか。なんかすごいトロンとしてます。今トローンとしてますよ。俺言葉がちょっと遅れてるというか、ルパンが寝そうだみたいな。こう見えてもサラリーマンになってて、最近朝が早いんですよ。その全員一緒じゃないですか。そうだね、2月のライブ。あ、終わりな。な、何日だっけ。22ですね。そうだ、プレイステーション、プレイステーション4の発売日にライブをやるんだ、あなたたちは。そうそうそう、だから結局、はい、こんな適当に話しているやつらは一体どんな演奏をするんだと意気込みを、ね、で、ファンタズムで前回の12月デビューライブね、バッドコネクションの、うん、映像残ってるんで、それはまあクラリスですからまた PV が出ると思うんで、うん、近々、うん、近々出ると思うんで編集して、ね、それを見て改めて、そうですね、はい、勉強してほしいかなと。ちょっとじゃあ一人ずつじゃこうやってこうよ。何ですか。ライブ来てねみたいな。じゃあ意気込みを吉川君。カメラあそこだ。カメラあそこ。カメラあそこ。ライブ来てね。テンション低い。そのまんまじゃねえ。そのまんまじゃねえか。テンション低いよちょっと。はい。終わったの。あ、またあれよね、ファンタズムとは違った。前も言ったけどボーカル曲。また一曲新曲を引っ提げて来るから、絶対2月22日は晴海ふとターミナルホール、まあ、そんな感じのところに来ることね。分かってるわね。12時ぐらいから、うちらは出番はまあいいわ、12時から来ればなんとかなる。鳥前だったっけ、うん、そう鳥前、うん、鳥前かな、うん、まあ最初から来てもいいよ、そんな感じ、はい、CD も、あ、そうだ、 CD、うちの CD、クラリスディスクの、ね、ロムカセットディスクイン夏目ボリューム3パワードバイ台頭だよね、うん、危機開会2 危機開会3、忍者ウォリアーズ、あ、ザ忍者ウォリアーズアゲイン、このね3つが入った CD を前売りだよね、まあ、早売り、ね、先行早売り大会、先行発売をする、そう先行発売するから、それを買ってライブも聞いていただいて、そこで先行発売買うと、うん、お守りもついてくる、お守りもついてくる、あ、お守りもついてくる、さよちゃん、さよちゃんだよ、さよちゃん、キテレツかよ、キテレツ、キテレツじゃないわよ、キテレツか、コロスケストラップみたいな、コロスケストラップ、コロスケ的な、キテレツ早かったっすね今豚ゴリラ的な、豚ゴリラのお守りみたいな、八百屋が繁盛しますみたいな、ゴリラってすごいっす。じゃあバディ、じゃあバディ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウェブ村バンドもありますからね。そうです、 U ブランド、 U ブランドがあるんで、 U ブランドは、そうそう、よろしくお願いします。じゃあミノロック、はい、頑張ります、頑張ります、練習は一番してません、頑張ります、頑張ります、みんな短い、頑張ります、頑張ります、はい、明日から本気出す、うわー、いいね、明日から本気出す、はい、そういうわけで、ミカドね、裏放送、裏放送、裏ミカド事件もね、長かったね。いやでもこれはね、いいね、確定だったね。いやいや、だって今日さ、ゲームミュージックの話2バンドしてたわけだけどさ、でも、
いい話相当したよ。なんか俺はあの時こんな感じで作曲しましたみたいな話はさ、もうどうでもよくてさ、散々聞き飽きたよって話でさ、まあまあ確かにね、でそれ違った角度でそうだね、視点を変えてね、変えてね、カメラアングルを変えてね、カメラアングルを変えてさ、そういった意味ではすごく面白かったなと僕は勝手に思ってます。いやいや、素晴らしかったと思いますよ本当に、いやいい場所ですよここ、カメラがあそこにあるのがいいですね。そうですね、いいよ。じゃあ最後は締めの、だからミノロックが締めて、え、ネタ？いや、じゃあ今から、今からミノロックのおい、来たってくるね、勝ち引きだったね、超えたよこれもう、 MTV とか、ありがとうございました、はい、よろしく。そんなわけで、ミカド裏配信以上終了、はい、ありがとうございました、終了。じゃああとは飲むだけですね、で、なんだ、配信はつなげときますんで、つなげない喋りたい人はぜひ、いやいや、あ、いや切りますよ、あの切りますよ、配信は切りますよ、あルパンの裸踊り、裸やらないです、ルパンの裸踊りが会社的にはあの NG なんでやらないですよ、会社的にはじゃあまた来月よろしくお願いします。2月22日、バッドコネクションと、ヘビーメタルライデンのライブよろしくお願いします、はい、僕は個別にマーブルさんとお話をします